にちは、お肉です。今回はもう私がもう本当にずっとやりたかった企画の会場企画、収納企画、飾り企画ということで、今回は100円均一のセリアのみで購入したもので、ここがねどれだけ可愛く飾れるのかっていうのをやっていきたいと思います。私はね普段から YouTube をやっているので、ここのねスペース、そして4トンとか見えぐりもあるので、なんか背景をね可愛くできたらいいなと思って、今回セリアでいろんなものを買ってきたので、まずそちらをねサクサクっと紹介してから、これを全部取っていい感じに配置してみようかなっていう風に思います。お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、ここねコンセントのところだけまず綺麗にしました。もう全部ね白っぽい感じに今回ねテーマ的にしたいなっていう風に思ったので、ちょっとねこの白い感じの雰囲気を壊さずにやりたいなっていう風に思っています。はい、ということでね、まずねちょっと買ったものを紹介します。はい、まず一つ目がちょっといろいろ考えてねいろいろ買ったんですけれども、まずこの写真立て、これはねこんな感じでなんか可愛く飾れたらいいなと思って、シンプルな白の写真立てを買いました。はい、そして次がこちらね、ちょっとだけね他のことで使っちゃったんですけど、強力な接着剤、瞬間接着剤ですね。瞬間接着剤はまあちょっと今何に使うかはね考えてないんですけど、とりあえずなんかあったらいいかなと思って買いました。そして次がこれですね。これね結構大事なものなので結構たくさん買ったんですけど、押しピン代わりに壁に貼れるっていう風に書いてあって、両面粘着ジェルシートっていうことで、今まではこういう感じでよいしょよいしょ黒のねこんな感じで貼ってたんですけど、ちょっとね透明の方がいいかなと思って、セリアにね両面が透明なものがあったので透明なものを購入してきました。ちょっと貼りやすいかなって思ったんで、はい。そして次がこちらのねカードスモールのポケットですね。これねちょっとだけ詰めたんで、ちょっとね見ていただきたいんですけど、この前私がこうやってトレカを生で貼ってて、やっぱ良くないなっていう風にちょっとガサツさ出ちゃったなっていう風に思ったんで、ちゃんとねスリーブみたいな感じでこうやって入れて貼りたいなっていう風に思ったんで、ちょっとね入れたんですよ。これはね先にやっておきました。なのでこういう風に綺麗に飾り付けられたらいいなっていう風に思ってます。はい、そして次がこれはね使うかわかんないんですけど、一応なんか可愛いんでなんか他の写真立ても買っちゃいましたね。金色と白でなんかまあ白っぽいものを全般に買いました。そしてもう一つがこれですね。これ皆さんのねそのお部屋紹介させてもらった時に、写真をね洗濯バサミみたいなので飾ってる方が結構いらっしゃって、これねめっちゃ可愛いなっていう風に思ったんで、私もねこれ取り入れたくて白のがねあったんで購入しました。そしてこちらがやっぱまやちゃんといえば紫ということで、ちょっと紫のねこのこちらのお花が入ってるこのなんか紙っていうのかな、ペーパーハニカムフラワーって言って、お花をね3つ買ってきたんで、まあ、いい感じに飾れたらいいなっていう風に思ってます。はい、まあやるかわかんない、これ全部使うかわかんないんですけど、一応ねやるために購入しました。そしてこちらが缶バッジとか入れるポケットですね。ウォールポケット。これも、これ1個飾っちゃうだけで結構でかいんで、私ね、まやちゃんの缶バッジが全然持ってないんですよ。なので、これに正直入んないっていうのはあるんで、ちょっとね、とりあえず買ったっていう感じです。そして、やっぱうちわをね、飾れたらいいかなと思ったんで、うちわカバーですね、を2つ買ってきました。今回のコンセプトとしては、さっきね、言ったように白、そして、私ね、この時、このピンクと水色の時の、この20の結構雰囲気がすごい好きで、白にすごい合うかなっていう風に思ったんで、今回はその時のものを多め、今回のテイクアピクチャーだったら、こういう感じのこっちのビジュアルが好きで、あとはこのポストカードもちょっと可愛らしい色なんで、どっちかというとなんか泡っぽい色でちょっと飾り付けしようかなっていう風に思うので、ちょっと楽しみにしてくださいということで、早速ちょっとで作業始めたいと思います。まずね剥がさないとね、すべてよし。アートボードね、これもでも欲しいな。いやどうしよう、そんなに飾るスペースがないのよ。なので難しいな、いやーセンスなさそう私。はい、でここからはもうひたすら作業なので、ちょっと最初の方だけお見せしようかなっていうふうに思っているんですけど、これは配置だったりランダムトレーディングカードのどのまやちゃんにしようかなっていうのを本気で選んでる時ですね。色合いとか考えたりして悩んでます。そしていろいろ袋開けたりとか場所をね確認したりとか、ゴミをね捨てたりとか、もう本当にいろんな作業があって、ちょっと気合い入ってねポニーテールにしてるんですけど、さてここからねどうなるか本当に楽しみにしていてください。それでは、はい、ということで、もう長い長い格闘の末、もう何分かな、30分ぐらい格闘してやっと
お部屋が完了しましたということで、ここはね、私がいつもいる場所で YouTube を撮る場所なので、ここに関してはね、ちょっと飾り付けてないんですけど、そのいつもの背景だったり、あと4トンする時の背景をね、作りました。で、今回のテーマはとにかくシンプル、そしてシンプルなんだけど、なんか女の子らしくて可愛くて、そして白を基調にして、今回セリアさんでね、購入したもののみで飾り付けてみました。収納とはね、ちょっと違うと思うんですよ。収納に関してはちょっとあんまり棚とかを買ったわけでもないし、今回はあくまでも飾り付けっていう感じなんですけど、ちょっとね、部屋の雰囲気がだいぶというか、今までとはね、ガラッと変わったんじゃないかなっていうふうに思いますので、皆さんに見てもらおうと思います。それではせーの、はい、ということで、いつもの位置にカメラをね、戻させていただいたんですけど、私はね、この辺にいる設定ですね。はい、どうでしょうか。ちょっとね、シンプルかなっていう感じもするんですけど、ちょっとね、説明していこうかなっていうふうに思います。まずこちらなんですけど、トレカの私のお気に入りのマヤちゃんだったり、あとメンバーみんなのをね、こちらに飾らせていただきました。これはね、100均でさっきの吊り下げるものをね、パーって吊り下げて、で、ここの端は画鋲で穴を開けたくないので、で、テープのみ、さっきの裏表ね、粘着できるテープのみで貼りましたね。なんかあったら剥がせるようにはいつもしておきたいなと思って、こんな感じにしております。そしておすすめはね、この移住版とかもあるんですけど、このね、私が鏡で引いたまやちゃんのステッカー見えるかな、こんな感じでステッカーがちゃんと吊り下げられているところです。はい、そしてこちらがさっき買った100均のに、あの前にね、ステップアンダーステップの時のポストカード、そしてこっちがこの前私が引いたテイカピクチャポッピンシェッキーのランダムトレーディングカードなんですけど、やっぱまやちゃんの雰囲気が紫ということで、ここにね、紫とピンクの花があったんで、できるだけね、紫とピンク色のまやちゃんを選んでみましたということで、ちょっとね、結構シンプルめかもしれないんですけど、どうでしょうか。まずね、第1弾はね、このお肉系、お肉のこのセットはこんな感じになりましたということで、これからね、ここで私は撮影していこうかなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。そしてまたね、なんか新しい可愛いものがあったりとか、なんかちょっとね、寂しいようなね、ところもあるかなって思うんで、あんまりごちゃごちゃはしたくないんですけど、何かあったらちょっと追加しようかなとも思ってますし、また企画で皆さんのこのお食べ屋とかを見せていただいて、もうね、第2弾をね、いつかやることも決まってるんで、また第2弾やった時に皆さんのお食べ屋でいいなっていうものがね、あれば、ちょっとそちらを採用させていただいて、こちらのね、飾り付け企画やるかもしれないんですけど、とりあえずね、これで、まやちゃんと4トン、そしてミーグリしていきたいなっていうふうに思います。どうでしょうか。はい。皆さんのね、感想をちょっとね、こういうのね、するのかなり初心者なんで、ちょっと多めに見ていただければ嬉しいなっていうふうに思うんですけど、ただね、めっちゃ、なんか自分の中ではなんかこの雰囲気というか、このなんか画角の雰囲気がすごい可愛いものに仕上がったと思いますので、ちょっとね、温かく見守ってくださったら嬉しいなっていうふうに思います。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、はい、今回ね、やっとこのお部屋の改造企画ができてすごい嬉しいんですけど、ちょっとやっぱね、トレカの袋入れちゃうとかなりテカっちゃうなっていうのだけちょっと問題かなっていうふうに思うんですけど、まあしょうがないかな、ちょっと考えます、そこに関してはって感じなんですけど、まあ思ったよりなんか可愛くできたんじゃないかなって思って、私ほんとセンス全然ないですし、なんかうまくやろうとすると結構ごちゃごちゃごちゃってしちゃうかなって思ったんですけど、まあ思ったよりごちゃごちゃせず、なんか雰囲気よく作れたんじゃないかなと思って、それはね、まやちゃんのこの美貌と、あとまやちゃんのね、紫色のおかげかなっていうふうに思ってるんで、これからもね、ちょっとここでね、これ今後パジャマとかで撮りづらいなとは思うんですけど、可愛くできたんで、ちょっとなんかいろいろ飾りたくなりましたね。せっかくね、こちらのクッションもあるんで、なんかこういうクッションとかも本当はうまく使って収納できればいいなって思うんですけど、まあ、そこはね、もっとまた収納は私にとってもう一個ハードルが上なんで、そちらもしできたらいつかやってみたいと思います。まだね、買ったものの残り、結局結構この内輪ケースだったりとか、さっきね、ちょっとだけ金色っぽい写真立てとかね、使わなかったんで、まあ、いつかそれを使って第2弾ね、頑張ってみようかなっていうふうに思います。そんな感じです。